はい、それじゃあ文庫本の棚を紹介していきます。最根端ですね。結構哲学書とかも読むようにしてます。カフカの短編集で、カフカのグワ集で、中上賢治短編集、これめちゃめちゃ良かったですよ。中上賢治さん結構こうハードで読みにくいっていう人もおるんですけど、この短編集はね、比較的読みやすい中上賢治作品を集めてると思います。で、単位章で、マルクスの自省録ですね。で、岩波は以上ですね。で、ここからはちくまなんですけど、ちくま文庫ね、結構面白いの多いと思いますよ。で、こちら阿弥子の文庫でしょ。で、さようならオレンジの文庫、上京する文学、春樹から漱石まで、で、永遠徳地から短歌ですね。ちょっと難解だったりとか、五七五七七にとらわれない歌があったりとかしますね。で、図書館の神様で、思考の生理学、三島由紀夫のレター教室で、命売ります。これ比較的三島作品の中でも読みやすいと思いますね。何者、砂の女、砂の女もね、面白かったですよ。安倍工房100周年記念が文芸誌で特集されてましたね。月まで3キロ、感動系の物語が多い短編集ですね。で、100年泥の文庫、残影、小野冬美さんの残影のこのじっとりずっと怖い感じのホラー、いい感じでしたよ。で、押し入れの千代、これも短編集、まあ結構ホラーに寄せたやつなんですけど、この押し入れの千代は結構感動する、まあ怪談ホラーみたいな感じですね。この中のね、この介護の鬼がめちゃめちゃ怖かったですね。押し入れの千代おすすめですよ。で、伊豆の踊り子で、先生のカバン、先生のカバンも良かったですね。連作短編みたいな感じですね。京少年で、暇と退屈の倫理学、これもおすすめですね。で、ビタミン F、 重松清さんですね。で、太宰の人間失格、夏目漱石心、西村健太の喜劇列車、シャバケのシリーズの一つですね。で、ちんぷんかんも同様にシャバケシリーズですね。で、陽子妻ごみ、古い吉吉さんですね。これもめちゃめちゃ良かった。この陽子の感じが、そうなんですよ、この陽子みたいな恋愛作品を読みたいんですよ。 LGBT がとか性自認がとか好きか嫌いかとかじゃなくて、この陽子みたいなのをね、読みたいんですね。で、星新一さんの妄想銀行で、短歌と俳句の50番勝負、これも面白かったですね。で、夫婦茶碗、町田光さんですね。で、金閣寺で、これも特装版の金閣寺で、蛍川、泥の川の文庫、豆の上で眠る、港かなえ大好きな友達に教えてもらって読みましたね。これもね、良かったですよ。あ、絶唱も同じように教えてもらいましたね。で、ぬるい毒で、山本周五郎のサブ、女のいない男たちで、この辺は吉本バナナシリーズで、トカゲ、キッチン、白川よ船、ナンクルナイですね。これはいただきものですね。トカゲ好きでしたね。で、ベスト、コロナの時によう売れた本ですね。はい。で、有本沙和子さんの女二人のニューギニア、紀行文ですけど、これめちゃめちゃ面白かったですね。で、創造ラジオの文庫、死にたくなったら電話しての文庫、改良の文庫ですね。枯れ木灘、千年の由楽、中上賢治さんですね。中村文則さんのスリーで、町屋良平さんの青が破れると四季ですね。これもサイン会の時に書いてもらいましたね。で、村田沙耶香さんの生命四季、やっぱ村田さんはやっぱり気持ち悪いの書きますよね。面白かったです。で、山崎直子さんの人のセックスを笑うな、ゆーみりさんの JR 上野駅公園前で、綿谷りささんのインストール、デビュー作ですね。で、梶井元次郎さんのレモン、これレモン僕一番好きかもしれないですね。学校の教科書で読んだ時に、梶本次郎作品めちゃめちゃ読みましたね。で、坊ちゃん、銀河鉄道の夜で、カフカの変身ですね。いや、変身はほんまにコントみたいな作品ですね。で、地雷を踏んだらさよなら、戦神は三部作らしいんですけど、まだ二作目読めてないですね。めちゃめちゃ面白いです。ここはとても早い川、井戸川栄子さんですね。私立インハーまたは世界、これもね、なんか独特な世界観でしたよ。私の世界は奥歯にあるっていう川上美恵子さんの小説ですね。で、すべて真夜中の恋人たち
スイートマイホーム、これも気持ち悪いホラーでしたね。タユタウラジオの片山くんに教えてもらいました。で、罪の声、人間コータ、町田光さんですね。で、舞城さんの好き好き大好き超愛してる。で、限りなく透明に近いブルーで、海の向こうで戦争が始まる、風の歌を聴け、村上春樹さんですね。で、カンガルー日和、短編集ですね。で、自分を好きになる方法で、町田光さんの告白、これもね、めちゃめちゃ小説ですよ。これはほんまに面白かった。で、紫のスカートの女、天才は諦めた、辰巳先生の文学教室、上下ですね。で、西加奈子さんの愛、これはね、僕は主人公がね、めちゃめちゃ嫌いでしたね。で、タイタンの養女、アルジャーノンに花束を、これもいい小説ですね。で、とこしないの果実、これは商業出版はされてないんですけど、文振りで買いましたね。このショッピングモールを舞台に8人の作家さんがアンソロジー的に出している小説集ですね。これは純真っていう創作グループの商業出版されてない本ですね。で、日向さりえさん、作家さんの日記文ですね。で、同じように純真の作品で、これも純真の作品ですね。で、これも純真の作品ですね。全部文振りで購入しました。で、あ、このシリーズすごいおすすめですね。短編がいろいろ入ってます。芥川龍之介短編集ですね。で、木漏れ日に泳ぐ魚で、奥男、お金の勉強になります。で、頭の良い子が育つ家、これ小説じゃないですね。で、砂川文治さんの正体、あなたと読む恋の歌百首、田原町さんですね。で、俺がマリオ、これも田原町さんですね。で、太宰治さんの小説短編集、応答良かったですね。で、しょっぱいドライブ、芥川賞受賞作ですね。で、谷崎潤一郎さんの短編集、春金賞好きなんですよね。で、鍵のない夢を見る、三崎中上健二さんですね。で、猛スピードで母は、地下の鳩で、小さな場所で、くっすんだ異国、めちゃめちゃ面白いですね。で、キレギレ、これが芥川賞受賞作かな。で、満月コーヒー店の星読み、ちょっと占い使ったファンタジー小説みたいな感じです。これはいいエッセイでしたね。表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬、若林さんですね。で、霧島部活やめるってよ、シャモ沼の島、小説スバル受賞した新人作家ですね。で、一人相撲、桜物語さんです。で、犬の形をしているものの文庫ですね。で、牟礼陽子さんのいかがなものか、エッセイ集です。で、何もかも憂鬱な夜に、これちょっと暗い話ですね。で、教団 X で、星の王子様ですね。いや、星の王子様はちょっと難しいですけど、みんな読んだらいい小説やと思いますね。で、今村夏子さんの父と私の桜尾通り商店街ですね。これもね、今村節ですよ。今村節の効いた小説です。で、岩井志麻子さんの勃起協定ですね。もうこの人は女性学も上手いですね。ホラーです。で、牛の首、ホラーの短編集ですね。で、予言の島、途中で話読めます。で、ボギワンが来る、これもちょっと気持ち悪い怖い小説でしたね。で、これですよ、やっぱりホラーといえば常川さんですね。夜市、これもおすすめです。で、エイミネーさんの切ない話、切ない話2ですね、これ。で、去年の冬、君と別れ、中村文則さんです。で、又吉さんの第2図書係補佐、こびてない本の紹介みたいな感じですね。これもおすすめです。で、今村さんの低い鳥、火消しの話ですね。で、幸福な生活、あの日君は何をした、まあ、登場人物めちゃめちゃ嫌いになる小説ですね。で、古城の空、今村さんのエッセイですね、珍しい。で、ラインマーカーズ、穂村弘さんの歌集ですね。で、又吉さんの夜を乗り越えるですね。これもおすすめですね。小説じゃないし、エッセイでもないけど、まあ、学術書と言っていいのか、新書ですよね。で、10、病原菌、鉄ですね。これおすすめですよ。なんでヨーロッパがまず、まあ、発展していったかみたいな話から入ってますね。で、バカの壁、まあ、有名な本ですよね。妻に捧げた1778話、これも感動する短編集です。で、ケーキの切れない非行少年たち、まあ、犯罪を犯してしまう子供たちの特性にどんなものがあるのかみたいな感じです。で、小説家になって億を稼ごう、書き方ですね。
でどうしても頑張れない人たち、ケーキの切れない非行少年たちの続編ですね。で、バカとムチ、これは現代人みんな読んだ方がいいと思いますね。 SNS とか今現代のバカらしさみたいなのが全部わかります。東大生が書いた株の教科書、ファンダメンタルのことよう書いてますね。で、橋本さんの交渉力、決断力、実行力ですね。で、死に至る病、これは愛着障害の話ですね。で、ナイツ花輪さんの言い訳、これめちゃめちゃ面白かったですね。で、ゾウの時間、ネズミの時間、独裁者の最強スピーチ術、ヒトラーのスピーチとかを取り上げた、まあ、学術書になるんかなです。文庫本の棚は以上です。単行本に比べて少なめですよね。それじゃあパート3はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。